なるべくその人間の力ではないと、人間の五感を使ってではないと感じられないようなところは、本当にその手作りということにこだわってやりたいと思っておりまして、お米一つとっても発酵一つとっても蒸したお米がどうなのか、最初にお米を洗う時もやはり目で見たり、水とか感じてないとこう分からないところ、発酵していく香りだったりとか、発酵していくもろみの様子だったりとか、数値だけでは見られないところはやはり人間の力でやらなければというところを手作りにこだわってやれているところ、蔵人の努力っていうところが、まあ、伝わるものってやっぱり品質の高いものしかやっぱり思いは伝わらないと思いますので、まあ、そういう思いをきちっと込めて出荷をしていくという作業をしてます。